草刈さん、今日はどちらへ？いや、実はね、僕はフランスで知り合った古い友人のドミニクがね、日本で店を出すことになったんですよ。僕ね、招かれたんです。Bonjour, monsieur. こんにちは、草刈です。Veuillez me suivre, s'il vous plaît. こちらがドミニクさん。イケメンじゃないですか。No. こちらは支配人のロマンス。ドミニクはこの店のシェフです。ああ、これ懐かしいな。パリの店から持ってきたんだ。わあ、素敵。見事なカトラリーですね。カトラリー？そう、カトラリーとはナイフやフォーク、スプーンなど。私たちの暮らしに欠かせない食卓を彩る道具たちです。透かし彫りが見事なイギリス・ビクトリア朝のカトラリー。普段のティータイムを優雅に変身させてくれます。分厚いステーキを一刀両断するナイフ、削り跡を生かした木のカトラリー。何気なく手にするカトラリー、その奥深い世界をご紹介します。カトラリーを探すなら日本一の道具街、かっぱ橋。こちらがカトラリーのコーナーですね。カトラリーの品揃えが豊富な料理道具の専門店です。これなんかは僕がすごく気に入ってるカトラリーなんですけども、金属ってなんか冷たい印象を持つじゃないですか。これってどこにも角がないんですよ。触った時に手にしっくり馴染んで柔らかい印象を持たせてくれる。で、これで食べたスープっていうのがすごく美味しく感じて。工夫を凝らしたカトラリー、この他にもいろいろあるとか。そこで面白カトラリークイズ in かっぱ橋。これもある料理に特化したフォークなんですけども、何だと思いますか？カニ専用？こちらはパスタ専用のフォークになります。パスタ専用？こちらはですね、先っぽが外に広がっているのでパスタを絡めた時に取れにくいんですね。あと、どんな不器用な人でもパスタをしっかり丸めることができます。次はこのカトラリーです。これ何に使うか分かりますか？何かを測るもの？はい、正解はゆで卵の殻の先端だけを割るカトラリーなんです。何？卵の先端にセットして重りを落とすと、その振動で殻がきれいに割れるんですね。こちらは昭和生まれには懐かしいイチゴを潰して食べるスプーン。実は日本人の発明です。日本人は工夫がすごくうまいんですよ。なので欧米だったり海外の人が作れなかったような専用スプーンを作って、
今ではそれは日本人以外でも海外の人も買うようになった。本当日本人はですね、カトラリーをこれからも進化させていくんじゃないかなって僕は思いますね。アイディア満載のカトラリーがあれば食事がぐっと楽しくなります。今日一つ目のツボ、カトラリーは食卓を盛り上げるエンターテイナー。神奈川県湯河原町にある古い洋館、この家の主が貴重なカトラリーをお持ちだとか。食卓芸術研究家の今田美奈子さん、40年にわたりヨーロッパの料理やテーブルマナーを日本に紹介してきました。その国の食文化を学ぶためにはカトラリーも知る必要があると今田さん。今並べているのは19世紀フランス、ナポレオン3世も愛したシャルル・クリストフルのカトラリー。フランス流の伝統的なテーブルセッティングではフォークとスプーンは下向きに置きます。なぜ上を向けてはいけないかと言いますと、これはやはり何かこう今にも突き刺さるような感じがするんですね。穏やかでエレガントにするためには刃先とかお客様の方を向けずに裏返しておくと大変穏やかな感じになります。相手に刃先を向けない、食を大切にするフランスならではのテーブルセッティングです。次に注目するのはカトラリーのデザイン。絵に刻まれている模様は様々ですが、いくつか定番があります。例えばこの小さな粒が真珠を思わせるパール模様もその一つ。この模様が広まった背景には歴史上のある人物が関わっているといいます。それは18世紀フランスの王妃マリー・アントワネット。これアントワネットの食卓なんです。この椅子の下をご覧になってください。こんなところにまで真珠の小さな粒がずっとどの椅子にもマリー・アントワネットの椅子についております。真珠で身を飾るだけでなく家具やカトラリーまで同じ模様で揃えるなんて素敵ですね。カトラリーに刻まれたパール模様は今も世界中で愛されています。人気ドラマに登場するヨーロッパ貴族の晩餐、銀のカトラリーを使う豪華なディナーが彼らの日常でした。こんな優雅な気分が少しの工夫で味わえるとしたら、その方法を教えてくれる人がいます。大原千春さん、カトラリー一本で食卓の雰囲気をガラリと変えられると言います。アンティークカトラリーを普段の食事に合わせてみましょう。これは職人が手間をかけて透かし彫りを施した19世紀イギリスのサービングスプーン。このきらびやかなスプーンを何に合わせるのでしょうか。例えばこういうお豆のサラダなんて日常的にね、あの今の日本の食卓の中で使われるものですけど、こんな風にしてサービングをしてちょっとよそう時に使おうという、それだけですごくきれいなもんだと楽しくなると思うんですね。本来の使い方にこだわる必要はないと大原さん。こちらはフィッシュサーバー。
館の主が魚料理を自らゲストに取り分けるためのもの。手の込んだデザインは富と権力の象徴でした。このカトラリーでケーキを取り分ければ私たちもちょっとした貴族の気分。こういうものが一つあるだけでも食卓が非常に豊かな気分に、なるものですので、ぜひ皆さんにね、こういうものを飲みの市なんかで見つけられたらですね、一つであってもいいなと思ったらすぐお買いになって、それを自分の家で楽しむということをやっていただければより楽しみに大きくなるんじゃないでしょうか。優雅にもなり楽しくもなる。カトラリーは食卓を変える魔法の道具です。こちらが僕の友人のドミニク・ブシェさん。いやー、素晴らしい店じゃない。このカトラリーもフランスから持ってきたの？Ah, tu te souviens bien, c'est l'argenterie, c'est le même design que celle de Paris. C'est très élégant et ça ne se démode jamais.Les grandes maisons s'attachent beaucoup à l'élégance. L'argenterie sur une table apporte du raffinement, amène de un côté chic. C'est très agréable pour la cuisine. Sumibino Rogama de jikkuri yakiageru Ginza no Steakhouse des.シェフの菅井雅人さん。ステーキを美味しく食べるにはよく切れるステーキナイフが不可欠とか。最高の切れ味を保つため一本一本研ぎ上げます。こだわりのナイフはフランス製。漁師や羊飼いが携帯していたナイフが原型です。刃先は尖り、柄に向かい緩やかなカーブを描いています。厚い鉄を何度も叩いて作られた強靭な刃は引く力で切れるよう仕上げられています。お肉を切った際に断面がギザギザではなく、やはりこう綺麗にすっぱりと切れる方が、まあ、見た目もいいですし、お肉の繊維を崩さずに、召し上がっていただけるというのがいいと言います。焼き上がった自慢のステーキでその進化が明らかに。分厚いステーキが型崩れを起こすことなくきれいに切れました。普通のステーキナイフと比べればその差は明らか。うまみが詰まった肉汁を封じ込めたまま口に運ぶことができるのです。切れるステーキナイフですと繊維を崩さずに切れる。やはり食べた時も口の中に広がる肉汁は違います。カトラリーが変われば料理の味も変わる。今日二つ目のツボ、カトラリーがもたらす味の冒険。創業明治13年、天皇皇后両陛下のカトラリーも手掛ける銀製品の老舗です。これは皇室に納めたものと同じデザイン。天皇陛下皇后陛下がご結婚なさった時に新しくデザインをされて作られたものでございます。
洋食器というものはやはり西洋のお品物で、そういったイメージが強いんですけども、こちらのお品物は唐草のデザインを、モチーフに使いました銀食器でございます。30種類のアイテムを揃えたフルセットのカトラリー。見た目の美しさだけではなく、料理を美味しく味わう工夫も凝らされています。東京葛飾区にある工場を訪ねました。純銀のカトラリーを製造するのは今や国内でも数社だけ。一本一本手間をかけて作っています。銀の板をプレス機やハンマーで叩いて成形する鍛造という工法。工場長の高澤金吾さんはこの道40年のベテランです。一番大切なのは最後の仕上げ。ここで口当たりが決まります。まずはスプーンのヘリの高さを揃えます。ヘリを板に合わせて隙間がなくなるまで何度も調整。どこから口に入れても引っかかりがないように仕上げます。さらに重要なのがヘリの厚みの調整。口当たりが悪くならないよう全て均一に削っていきます。その厚みはおよそ 0.3 ミリ。種類によって微妙に変えます。こちらが完成したスプーンです。とろけるようなヘリの曲線が生み出す究極の口当たり。理想のカトラリーとは口に含んだ時にその存在を感じさせないものだと高澤さんは言います。結局口に当たるってことですよね。なるべくその口当たりよくしていくっていうことが大切だと思いますよね。俺の買ったあのスプーンで食った方がもっとうめえだろうなと思えてもらえれば一番いいことですよね。料理を美味しく味わうカトラリーは作り手の工夫と誇りに支えられていました。そう、aujourd'hui nous avons un turbo exceptionnel。これはまた立派なヒラメだ。Je vais le préparer avec sauce hollandaise, truffe et la garniture sera céleri rave。セロリ。ああ、僕の好物覚えててくれたんだ。ドミニクさん、パリの三つ星レストランの総料理長もしてたんですって。料理ができました。オランデーズソースで召し上がれ。いただきます。あれどうしました？いや、これ普通さ、魚料理の時フィッシュナイフを使うんだけど、え、これなんだろう。Ah, j'aimerais que tu dégustes la sauce avec cette cuillère. La sauce dans la cuisine a beaucoup d'importance. Sauce をたっぷり絡めて。C'est très bon. Merci beaucoup. おいしい。
東京の西荻窪にあるちょっと風変わりな食器店です。古今東西の器や道具が並びます。その中に異彩を放つカトラリーがありました。実はこれ、店の主大島文彦さんの手によるもの。使い勝手のいいカトラリーっていうか、まあ、僕、まあ、これはサジですけど、サジがないと。多分このままチャーハンを食べちゃったら下のところに食べた時に残ると思うんです。だからそういう便利なサジがないのかなっていうので、自分に合うカトラリーがなければ合わせてしまおう。大島さんは骨董市で手に入れた品を改装しました。チャーハンをすくうとき、そこにご飯粒が残らない平らなスプーンを求めて奮闘中。この工夫が理想のカトラリーを作ります。出来上がったカトラリーは大島さんの手にも口にもなじみます。ちょっといじれば変化することで魅力のあるものに変わっていって、それがなんか自分の愛着になってくれたり、それが、大事かなって思いますよね。今日最後のツボ、使い手の心に寄り添うカトラリー。いただきます。沖縄県今帰仁村。根本紀子さん、かつてフードコーディネーターとして活躍していました。ピクニックにはお気に入りのカトラリーを欠かしません。料理に合わせてアレンジします。なんかいろんな形のものを持ってるんですけど、なんかこれは何に使えそうっていう、そういうの抜きにもう存在がにキュンと来てしまったら、それだけでもう手に取ってしまうっていうか、そういうこう特別な存在なんですね。なのでもしかしたらアクセサリーの数よりカトラリーの数の方が多いかもしれないけど、多いですね、新しい料理との出会いを求めて世界中を旅していた頃、料理に添えられたカトラリーが美味しさの一部になっていることに気がつきました。引き出しはいつの間にかカトラリーでいっぱいに。東南アジアとか旅していると屋台に出てくるペコペコのアルミのスプーンとかフォークとか、でもそれで食べると実際こう美味しい、合っているその雰囲気と、こちらはもともと古道具屋さんで見つけた薬さじですかね。こっちにもちっちゃいものがついてる。これはベトナムで手に入れた水牛の角のカトラリー。根本さんはちらし寿司やサラダなどを混ぜるために使います。これまでに集めたカトラリーは7カ国60本以上にもなりました。この日は沖縄ならではのカトラリーが欲しいと素材になる木を見に行きました。制作するのは藤本健さん、沖縄の木にこだわる木工作家です。これが赤木ですね。あ、これが赤木、全然赤くないけど。藤本さんが見せてくれたのは沖縄に自生している赤木です。成長早い割に芽が詰まってて比較的硬い木なんで、器だったりカトラリーとかスプーンとか、ちょっとこう口に与えて口当たりの滑らかな感じっていうのはすごく向いてますね、この木は。
藤本さんは歯の跡をあえて残しています。出来上がりの表情が一本一本異なり、木ならではの味わいが出ると考えているからです。これが今最近作ってる形で、はい、漆をかけて、はい、最後は白漆で仕上げてるタイプなんですけど、はい、なんか脈みたいね私に似てるみたいな、ね、赤城の力強い生命力を宿したかのようなカトラリーです。近くに住む友人を集めてパーティーが開かれました。それぞれの料理に合わせカトラリーをコーディネートしました。豚の煮付けにはタイの屋台でもらったお玉、ハイビスカスのガクの塩漬けには小枝を曲げた小さなトング、あの赤城のカトラリーは沖縄の土をイメージさせるガトーショコラに。はい、じゃあ乾杯。めいめい好きなカトラリーを選びます。お母さん、元気でも食べていいの？全部リクリク、はい、それにしてもいろいろなんかビスとかお口触りがやっぱり優しくて食べやすいです。それぞれの気持ちに合わせカトラリーはもっと自由に使っても良いのではと根本さん、まあ、余白があるというか、これにはこれって絶対っていうのはあまり ないなって我ながら思いました、うん、なんか気持ちとか気分とかそういうのでいろいろこう軽やかにこれからも持ってるもので楽しめたら新しいものも含めていいなと思います。お気に入りの一本、自分だけの一本を求めてカトラリーは使い手の心に寄り添います。J'étais ravi de te voir comme ça. Merci d'être venu.こちらこそありがとう。素晴らしかった。この notre amitié。お、これは？ああ、メルシーボク。いいんですか？そんな大切そうなものもらっちゃって。いや、フランスの男性はね、友情の証にナイフを送るのが伝統なんですよ。ああ、メルシー、メルシー。As-tu oublié quelque chose?Ah, merci beaucoup. なんで五円玉？これね、ナイフで友情を切らないようにってコイン一枚渡して買ったことにするんです。これもフランスの伝統なんです。で、ここは日本だからご縁がありますように五円を渡すんです。